天然食活動写真。天然食活動写真株式会社。天然食活動写真。略称店。かつ、1914年3月17日設立から1919 19年。解体は、かつて大正期に存在した映画会社である。無制映画時代に、新技術、キネマカラーによるカラー映画を日本で初めて制作、連続的に公開し、また、 国産初のアニメ映画を制作、公開したことで知られる。6年間で400本近くの映画作品を量産した。1914年、大正3年3月17日、東京の小林喜三郎の時和商会と大阪の山川義太郎の東洋商会が協力して創立。二人は福報道時代の本社営業部長と大阪支店長だった。 日活から引き抜いた金子圭介を社長として本社機構を日本橋に置き山川は大阪市社長に就任した東京日暮里にある東洋商会の東京日暮里撮影所天然食活動写真日暮里撮影所北島郡日暮里町元金杉638番都市元副報道の映画監督吉野二郎を日暮里撮影所長 東洋商会のカメラマン江田正義郎を撮影部長とした。設立1月来たらずの4月3日、吉野が監督し江田聖が撮影した、設立第一作、吉常千本桜を公開している。1919年末までのわずか5年で、所長監督と技術部長撮影技師とのタッグで同社で90近い映画を撮った。その名の通り、日本で初めて、 カラー映画を制作したが、最終的には、採算が合わず撤退した。沢村白五郎、市川円十郎の人気コンビによる忍術映画などが人気を博した。また、駆け出しの坂東菅三郎もおり、ぶらや英二は、花見で喧嘩があった際に仲裁をしたところ、その場に合わせた枝正義郎が、その人柄を見込んでスカウトした。1916年、大阪郊外の、 天然食活動写真、小坂撮影所、現在の東大阪市河内小坂駅付近を新設、解消した。名優であったはずの小林と山川は必ずしもうまくいかなかった。1914年9月の時点で小林も参戦も一度辞職しており、小林は小林商会を設立、参戦も山川工業部を設立し、 天根活の工業権を東西に分けて委任され、それぞれ独自の連鎖劇工業も行った。小林商会は天意から多くの現代演劇の俳優を引き抜いた。この間、アニメーションの研究が盛んになり、1915年に日活向島撮影所に洋画家の北山聖太郎が入社したのを皮切りに、1916年に天活派川王店を小林商介は、 東京パック社から校内順一を引き抜き、競争になったが、翌1917年1月、下川監督のデコボー新栄町イモジョイカリの巻を公開し、同作が日本初のアニメ映画となった。同年3月には、菊池雄宝原作の独創を天活が川口義太郎、後の川口鈍州監督、脚本村田正を主演で制作するや、 小林商会は全く同じ原作を全く同じタイトルで天根勝の俳優部から引き抜いた井上正夫と栗島さごろもそれぞれ監督と脚本及び主演に据え全く同じ3月11日に興行をぶつけてくるという陳事件が起きる浅草では大召館、天勝と三遊館、小林で同日2本の異なった独奏が同時に上映されたその後 1917年内に小林商会は倒産、山川工業部も成りを潜めた。1919年、大正8年3月27日、日暮里撮影所が火災で消失する。そこで同年、巣鴨に天然食活動写真巣鴨撮影所、現在の豊島国西巣鴨四丁目9番1号を開設した。その後、仮設で復興した日暮里撮影所で、 カメラマン江田セイが初めて脚本を書き、撮影もした初監督作、愛の曲を、同年10月18日、京橋豊玉館保家で公開した。また、同年9月からは、帰り山のりまさの映画芸術協会制作作品を、天活が配給もしている。第一作は1920年小畜、鎌田撮影所に入社し、監督に転向する直前の村田みの主演による、 宮山乙女であった。同1919 19年に小林が創立した国際活営株式会社国活に買収される形で天活は消滅した。天音活が最後に制作、公開した作品は翌1920年1月1日に八丁堀大森館他で上映された田村坂井郎監督大森勝る撮影の呪いの猛歌であった。国活では 日暮里撮影所を閉鎖、菅野撮影所を稼働した。田村、大森ともに、国勝に残ったが、同年中に、田村は、松竹か田へ、大森は、三角稲へ移った。山川義太郎は、国勝には参加せず、1920年、大正9年5月、大阪市社と小坂撮影所を、帝国稲間園芸株式会社、三角稲に改祖した。吉野二郎、 下川王と、後の下川王天、川口義太郎、後に、松竹か田で、川口鈍衆、井上正雄、小林商会に引き抜け、田村宇一郎、桂田亜美笠、枝正義郎、大森勝る、岡部茂之、吉田秀夫、井階助太郎、青島純一郎、片岡清、助手。沢村白五郎、市川炎十郎、中村慶三郎。 坂東勝五郎、市川海老十郎、沢村国丸、沢村金子、小野江茂郎の次郎、中村花吹、市川道三郎、小野江康二郎、市川伝之城、坂東慶玉、藤野秀夫、小野江文十郎、片岡隆左衛門、中野信近、小野江秀三郎、小野江梅太郎,郎,郎,郎、中村慶玉、沢村宗二郎、嵐松五郎、河田紀美子、江戸慶、国勝で。 撮影部に転向、大木文子、中村重三郎、小堀誠、吉田豊作、栗島三郎も、小林商会で文芸部に転向、桂木孝一、高瀬みのるほか、分かっているだけで389本である。たった6年の間に400本近くが制作、配給された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。